僕が心配しているのは中国がどう動くかですよ。ウクライナというのは一番ね、最大の輸出先が中国ですからね。この中国がどう動くか。 ただね、今日の報道ですと中国はこれは信仰ではないんだと。まあ落ち着けみたいなことを中国の外交部は言ってますね。中国はプーチンを非難するっていうことは多分ないでしょうね。だってあんなにね、オリンピックの時にプーチンとね、密月を世界に示したわけですから、開会式に。だってドーピングでロシアなんか退場喰らってんのに、そこのプーチン呼んできてどうするんですか ?IOC はなんでそれを飛べないんですかおかしいでしょですから当然裏でそれない の情報共有をしてるはずですよそして中国はその時にロシアに対して厳しい態度を取るなんてことはもうはなからできませんよ事実上容認するっていう立場をおそらく取るでしょうね中国が連動しないことをね台湾に対して行動を起こすかもしれないですよこのね今回のプーチンの行動は大変危険で教育上良くないんですよ金平の教育上ね金平がこれ見てどう思いますかっていうことです結局アメリカ動かないんだと <laughs> ヨーロッ も全然動かねえんだなと。そら、もう、フランスだって、ドイツだって、金平様々なんだからね。バイデンが口先だけでね、中国が台湾を侵攻する、その瞬間まで外交的になんて言い始めたら、あ,あ、もう、もう、もう、金平がどんな気持ちで見てるかですよ。あ、これやったもん勝ちじゃんって、思ってるでしょうよね。で、今年秋にね、共産党大会がありますよ。これでね、金平が皇帝の座につけるかどうかが、最終的に決まる大変重要なね、共産 共産党大会でですよそれままはねあんまり過激ななことしないんんじゃないいいいのっていう人も多いんですけどいや、わかんないですよ。今ね、台湾に対して攻撃仕掛けて、そしたら中国国内で、よし、それ来たーって頑張れみたいな感じで、ね、さらにね、習近平体制強化される可能性があるわけですから。そういうね、国威発揚にも最高ですからね。ですから、共産党大会があるから台湾を侵攻しないんじゃなくて、共産党大会があるからこそ、 そこでね、本当に中国の皇帝に即位できるかどうかは決まるわけですから、終身国家主席。なんなら党主席が復活するかもしれないわけですからね。もう事実上の皇帝ですよ。そうですよね。いや、だからその前だからね、やっちゃうかもしれない、本当に。いや、マジでやばいですよ。